貸切り車玉作り駅バス停で発車を待つ田伏社工業、貫鉄観光バス株式会社は、日本の茨城県と千葉県で、貸切バス、茨城県で、乗り合いバス事業を営む貫鉄グループ、京成グループの会社である。関東鉄道100%出資の連結子会社であり、京成電鉄の連結孫会社にあたる。旅行新聞新社主催の第16回、プロが選ぶ。 有料観光バス30戦1月入選。貫鉄グループであった日本水橋観光自動車、日本観光バス、龍ヶ崎観光バスと関東鉄道の貸切バス部門の各バス事業を統合、継承している。乗り合い路線もわずかに有する。日本観光バスにルーツを持つ土浦地区の一般路線と貫鉄観光バス成立以降に移管された土浦。 水戸間の高速バスなどがある。貸切バスの車体は、京成グループのコニック塗装となっている。2007年以降は、京成グループ新デザインのバスが導入されている。営業センターでは、旅行代理店、関鉄観光の営業所が併設されている。また、土浦中心街では、各社バス定期券の発売業務を一手に引き受ける。道中心街では2000年代までに、 関東鉄道、2010年代までに JR バス、関東が、券売業務から撤退しており、グループ共同ないし共通乗車制度による、総合的な定期券発売所を担っている。ラジオライフの漫画、のりこちゃんの作者、横山光一が作成した、美少女系キャラクターがあって2012年の、記念乗車券や記念スタンプなどで使われているなど、関鉄グループの他の交通事業者に見られない、 特徴を持っている。関東鉄道貸し切り部門は関東鉄道を参照。水戸営業センターは関東鉄道の営業所に併設されている。その他に土浦駅前営業カウンターがあり、関鉄グループバス各社共同の乗車券類、発売所として機能している。筑波国際大学東風高等学校土浦市の真鍋、神那智 大津屋界隈と霞ヶ浦市の旧千代田町の一部にまたがる日本観光バス及び関東鉄道の路線にルーツを持つ土浦市真鍋にある本社営業センターの管轄主に筑波国際大学東風高等学校茨城県立土浦湖北高等学校への通学手段土浦共同病院への通院手段を担うパスもを導入しており 一部を除く各線でパスも並びに相互利用カードが利用可能となっている。バス車内でチャージも取り扱う。本社は土浦、下妻は、つくば、水戸は、水戸、佐原は、千葉の登録ナンバー8名表示である。また、車番は関東鉄道から引き継がれた車は関東鉄道時代のまま。移管後に導入した路線車、特定車は7001。 貸し切りは8000位単位の表記である。ハイデッカーの三菱不装、エアロエース、イスズガーラが主力。車体デザインは、以前は、形成グループの統一観光カラー、コニックカラーであったが、近年は、新しい形成グループカラーで導入されている。また、土浦にヒュンダイユニバースが1台配置。水戸、サーラに、日野セレガが各1台配置されている。 土浦のみ配置されている一般路線車は、かつては自社発注の同型車も配置されていたが、現在はそのすべてが関東鉄道からの移籍車である。2015年末には土浦に京成バスからイスズ・エルガミオが移籍配置された。かつては前身の日本観光バス時代に自社発注された関東鉄道と同仕様の富士五 E ボディのイスズ・ LV も配置され、 一般両線に用いられていたが、現在はすべて廃車されている。また、スクールバスなどの契約輸送用は、関東鉄道からの移籍者である。また、水戸には、鹿島アントラーズの選手輸送バスが一台、配置されている。ありがとうございます。